ローライダーは自動車を特徴のある形状に改造した車両、及びその運転者。また、それに付随するチカーノから発祥した文化。車高を低くすることが特徴。場合によってはフレームが地面に接触するほど落とすが、多くが油圧式の車高調整システムを搭載し、これにより最低地上高=ロードが確保できるため、走行に支障がないようにされている。さらに、標準のタイヤ、ホイールより小道の小さいものを装着することで、車体をより大きく、車高をより低く見せることを演出する。車高の低い車を使うものということから、ローライダーと呼ばれる。発祥は明確ではないが、1950年代のアメリカ西海岸、イーストロサンゼルスにおいて、メキシコ系移民が行っていたカスタムが源流とされている。当時南部より移住してきた彼らは、非合法で移住し不法就労を行っていたものが多く存在した。それゆえに低所得者が多く、自動車を購入しようとしても、新車を買うことができなかった。そこで安価で購入した中古車に対して、新車に負けない美しさと豪華さを持たせようとカスタムを行ったのが、ローライダーの始まりとされている。正確な書物には記されていないが、チカーノや黒人が行ってきたカスタムの一つである。最初にハイドロリクスを作ったとされる人物は、当時 LA のコンプトンに住むものだったらしい。エアクラフトのパーツを流用し、フロントサスを上下に動かすだけのシステムが最初のハイドロであった。ローライダーは裕福な白人によるホットロッドに対抗するスタイルとして、共に西海岸のカスタム文化の源流とされており、そこから様々なカスタムへと発展している。3ホイラーという状態でディスプレイしているシボレーインパラ元来ストリートから自然発生的に誕生した文化であり、明確な定義などは存在しない。現在は主に人種によって様々なスタイルに分化、発展している。その規模はもはやローライダーと一括りにできないほどである。また、チカーノ系では車だけでなく、音楽やファッション、さらに彼らの歴史などを背景とした生き方そのもののスタイルとして認識されている。したがって、日本人など他の人種が真に理解することは難しい面もある。一般にローライダーと認識される車は、以下の装備を施した車であるとされる。また、カスタムする際に使用する車両、パーツは、アメリカ国内向けの製品を用いるのが鉄則である。1988年から1999年まで、オサム電車から発刊された。US グランドエフェクトを装着した、日産エクサキャノピー等のコンパクトカーが掲載された。1巻1号2号No.1から12巻6号。通り号No.130 日本国内への導入時期ははっきりしていないが、1980年代にはすでにカスタムカルチャーとして認識されるに至っていた。1980年代末から1990年代初頭にかけてローライダーがブームとなると様々なカスタマイザーが流れてきており、これにより本来ありえないようなカスタムが散見されるようになる。近年は再びアメリカ車がカスタムの中心となっている。日本においてローライダーカスタムを行う愛好家たちは、そのライフスタイルもカークラブの活動などを通じチカーノやロサンゼルスなどアメリカ西海岸における黒人文化に倣った様式を導入しているものが多い。ギャングスタラップのミュージッククリップなどでも頻繁に登場しており、また、これによりギャングスタの代名詞として見る向きもある。ありがとうございます。